この間おととい堀江さんにはぁみたいな感じであれされたんですけど、はい、政党名をね、うん、ちょっとハゲっていうのを入れてみよう。それまたなぜですか。で、まあ、あのいろんな名前今変えてきたんですよ。 NHK から国民オールドから NHK 受信、はい、それあんまりインパクトなくて、逆にハゲにしたらみんななんだこれってなると思って、うん、まずそれが一つなんですけど、はい、ただ注目集めても中身なかったら意味ないので、はい、中身はもうまさにその諸派と諸派連合っていうのを次はやりたい、はい、で諸派連合、要はね、あの前回の参議院って我々は9番目で 2% 超えたんで当選で供託金ってもらえてるんですよ。7億円以上もらえるんですよ、6年間で。1年間で1億2000万かける6年7億2000万もらえるってなったんですよ。ところが 2% 未満の政治団体が4つあるんです。幸福実現党と安楽死会とオリーブの木ともう一個労働党っていう、多分皆さん知らないと思うんですけど、あの総務省のホームページ見てもらったらこの4つの政治団体も立候補してるんです。私2個かな今聞いたことない。まあ、幸福実現党は知ってるでしょ。はい、知ってます。でも幸福実現党さんって前回 0.4% 取っているんだけども、うん、1円も国からお金もらえないんですよ。うん、0.4 じゃもらえないんですね。 2% 超えないと1円ももらえないという結構過激なシステムなんですよ。うん、当たり前のように皆さん思ってるかもしれないですけど、うん、いやでも 0.5% 取ったのが安楽死会なんです。お、安楽死の問題を考えるって 0.5% 取ってて、はい、その次が幸福の幸福実現党で 0.4% で、うん、その下がオリーブの木で労働党なんですけど、もし 0.5% のその安楽死会がその政党助成金をもらえるとしたらいくらもらえるのかって計算したんですよ。うん、そ年間1000、まあ、2000万ぐらいもらえるんですよ。かける6年なんで1億2000万円もらえるんだけども 2% のラインを超えていないからゼロってなってるわけです。うんうん、で今回そのいわゆる 2% 超えない政治団体を集めていって 2% 超えようっていう戦略。うーん、からその我々はもう前回 2% 超えてるので、次回仮に 1% でも 1.5% でも必ず得票に応じたお金がもらえる。うん、あ、1回超えればいいんですか。1回超えると次の衆議院とその次の参議院は 2% 超えなくてもお金はもらえる。だからうちの党と、まあ、山本太郎さんのところとか9個の党以外はこういう特権がないんですよ。だから今うちの党から